キッチナーの母兵ポスター、英国は君を必要としている。キッチナー陸軍とは、第一次世界大戦の初頭に、イギリスの陸軍大臣、ホレイショ・キッチナーが募集した、志願兵による軍隊。既存の常備軍と区別してこの名称で呼ばれた。植民地戦争を数十年にわたり、戦い抜いてきたキッチナーは、第一次世界大戦の勃発とともに、本国の軍部大臣に昇兵された。 キッチナーは当時の各国政府閣僚のほとんどが第一次世界大戦をナポレオン以来の戦争と同様に短期決戦で終わると信じる中、この戦争が長期間にわたり、そして凄惨な犠牲を伴うと理解していた。キッチナーは自分の判断をもとにイギリスに巨大な陸軍が必要であると説いた。そしてその陸軍の建設に徴兵制度を導入する必要はないとした。 キッチナーは1914年中に大規模に死願兵を募った。この1回目の死願兵募集で48万人が死願した。このキッチナー陸軍においては仲間内で語らって死願してきた人々をそのまま大体に編成した。このような背景をもとに巨大な新軍が一挙に作り上げられたが、それゆえ初期はこれらの義勇兵の武装すら満足に行えなかったという。 J.H. トーマス労働党議員は演説でサッカーを見に行ける若者がいて志願しないとするならそれは状況がわかっていないか臆病者のせいだと述べたこのような当時の世論が義勇軍を維持し続けた1915年からフランス本土に上陸したこのキッチナー陸軍は1916年7月に始まったンブの戦いでは イギリス陸軍の中核を成した。孫武戦初日では、死傷7万人という1日の戦争の被害としては、大戦中で最も多い損害を出したものの、寸度を得ることもできなかった。この損害は、連合軍の戦術的失策のほか、キッチナー陸軍が巨大な新兵集団だったということだけでなく、仲間同士での代替編成を許可したということが大きく関わっている。そして、 1917年には、さらなる兵力獲得のため、イギリスに徴兵制が施行された。ありがとうございます。